おはようございます。テータ申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。よし、いや今日は買い物ね、よく眠れましたでもこれから仕事ですじゃあね、仕事前に一発実況撮りましょう。というわけで今回はね、もう企画考えてあるんで、まあ、早速いきたいと思います。レディゴー。はい、決まりました。では武器はまずバトルマスター風林火山、そして三日神の盾装備して、武道着、ステータスものすげえな本当に。ではバトルマスターへ今回行きます。バトルマスターティラ行きましょう。そして仲間モンスターデンタザウルスナイトウィッチお互いバトルマスター相性が発動する超強力なモンスターです。 HP3219。 ちょっと待ってさあ行きましょう。バトルマスターのね、デンタサウルス、ナイトウィッチ。ねえ、この2体は強いっすよ。じゃあ早速ね、ひなちゃんとね、今回まずやります。いや、これはもう負ける気がしないっすわ。おい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 と。これ賢い方はもうこのパーティーを見ただけでなんかもう、まあちょっと行ったしね、結構前に。それにしたってだよな。ウルトラフラッシュ、緑、回復効果。勝った。カットナイトリッチが光に弱いんだよな。まあでもデンタザウルスが結構軽減してからね。主人公34ってすごいな。小話、はい、ラッキーパペットこそ結構ね、状態上が豊富だからね。行きましょう。必殺必殺ふっふっカザカザ、はいドーンついよ、マジかよ。さあ、ナイトチ、暗黒ゾーン、殴りつけて、マントで隠しますよ。そのミスを隠すんじゃない。お前、自分のミスを隠すな。いけ、ローウィングソーサー、いけ、お前たちはもうちょっと頑張れよ。お前らもうちょっと頑張っ、もうちょっと頑張ってくんねえかな。お前らもうちょっと頑張ってくんだよ。あ、間違えた。シップジーナになっちゃった。まあ、いっか。お、何？メイクアップじゃなかったっけ？ここに使うの。そうだよね。向こうはね、攻撃の後に敵を、行動不明させるっていうやつですね。さあ、疾風陣内、必ず先制。必ず先制します、この技。強いよ。威力も結構あるんだよね、ほら。結構威力もあるからね、いいよね、これ。この風林火山っていうウェポンダブルスキャン武器なんですけど、本当に強い。はい、まあ打撃には硬いね。オッケーオッケー。あーはは、でも見る。な、な、お前たち、もうちょっと、お前たちもうちょっと頑張ってくんねえかな。小話。思った以上にこの2体頑張ってくれないんですけど。あ、何？あ、呪文封じゃない、いや。呪文封じなら大丈夫大丈夫。デンタザウルス行きましょう。デンタックル行きますよ。まさにデンタックル行くぞ。もうちょっと頑張ってくんねえかお前ら。ねえ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 、しかもよりによって回避率の低いベルが避けているっていうよくわからない現象が起こってるんですけどさっきからなんかそんな余計なモンスターじゃないはずなんですけどね、ベルって。ちょっと何言ってるか分かんないですね。おかしいっすね。いや、そんなね、避けられまくってても、結局今のところまだ HP 勝ってますからね。わぁ、ウルトラフラッシュ。このパーティー一応耐久がすごいあるんで、行きましょう。風林火山、必殺、風、ウィン、火山、うん、はいはいはい、おお、避けられたお前たちそんな受けるパーティーじゃないって。だからちょっとお前たちそんな受けるパーティーじゃない。なんかこっちの攻撃ほとんど当たってないんだけどこっちの攻撃ほとんど当たってないですけど、どないやってんの。いくぜ、よし、当てた。あさあこれこれ、ナイトイーツ第3の技は、あ、行動不能にさせるんですよ。
暗黒ゾーンうまく当たると相手を行動不能させるからね。結構ね、あの成功率高いんだよね。はい、ようやく当てたかちゃんと。ワンチャンこれ負けまであるから怖いんだけど。向こうの勇気たまるからね、絶対ワンチャンなんか負けまであるの。大丈夫かこれ。ウルトラさんテンション上がって、まあでも硬いね本当に。このね、でもうデンタサウルスナイトウィッチは本当に硬い。必殺いざうおりゃ370、いいね。風林火山に強い。デンタ来る、行くぜ。この耐久力が売りよ、何よりこのパーティー。おお、しかもデンタックルでマイスターしていく。いいよ。急にお前ら本領発揮。急にこのチーム本領発揮しましたよ。技の追加効果が発動してる。いい感じに。帰ってきた帰ってきた。前半帰ってきたよ。いいよ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 。向こうもこっちも勇気溜まってる。行くぜ、暗黒ゾーン。はい、バサー。お互い勇気溜まった。まあまあ、でもこれは向こうのとどめを食らうことはないんで、これで。まあ向こうの奥義をね、食らうことはないんで、まあ、かき消されて、そのまま戦い続行ですね、これは。ぶつかり合うからね。うん、そうやね。相打ちした、お互い。で、お互いまた、こうやってバトルになるんで、もうこれはもう普通に勝ちですよ。この高い耐久力を向こうは削りきれない限り勝てないんですよね。必殺風林火山、はいはいはい、うおぉ。後半に急に持ってったなこいつら。え、強いぞこれ。よしやるか。いやもうこのパーティー負ける気しないっすね。ああ天下のデンタリッチと言われてたんでね、このパーティー。何より、天下のデンタリッチですよこっちは。大会で一世を風靡したそのデンタリッチですよ。負ける気がしないっすね。ああ急にチューパー出てきましたよ。ああダウンウォール食らうかみんな。ああダウンウォール強いよね。まあまあ行きましょう、こっちも切り返しますよ。風林火山、おらすっげえ。よくわかんないけど風林火山強えわ。そう、分かってないからね、なんも。暗黒ゾーン、あいなくなったぞ、おい。お、帰ってきた、お帰り。どっか行っちゃった。いや、ほんとそれが強いのよ。どっか行っちゃうのが強い。あ、お城モードってことはデンタックル効かねえか。デンタックル効かねえな、これ。お城モード強っ。マジかよ。いや、でもほんとね、耐久力もあるし、火力もね、風林火山の限りあるからね。やっぱ主人公ってこういうとこが魅力なんだろうね。はい、風林火山、うん、おおおおうおお、ちょっと待ってくれ。すげえな風林火山。岩投げ硬いよほら。何これ。ダウンウォール、いやまあその技は強いのは認めるけど、こっちの打撃体勢なめんな。行くぜデンタックル、行くぜ、麻痺にしちゃおうぜ。はい、あー全然効かねえ。超立ち下がる。おお、お城モード行く。よっしゃ、ナイトウィッチ飛ばされ、お前、あいつを。あいつを飛ばせ、行くぜ暗黒ゾーン、うん、俺飛ばせ。飛ばさんでいいやろ別に。飛ばす必要まではねえ。おうおう、なるほどね。でも言うてね。言うてですよ、 HP1000 ぐらい下がるからね。いくぜ風林火山、はいはいはい、うおー。こ
火力すごい出るねこれね。暗黒ゾーン行くぞぜ。ほら、うわっ、避けられたな。叩きつける。まあまあ言うてね、もう HP の差がすごいんで、こうよくよくもう HP の差がものすごくなってるんですよ、もうこれが大会を一世を風靡した、もうどこのね地方大会でも店舗大会でも結局優勝はこのチームって言われてたからね。一応別にこのチーム自体はメタれるんですよ、弱点あるんで共通の、ただその共通の弱点を取ろうと思うと他のパーティーに負けちゃうんですよね。だからその他のパーティーが決勝戦まで行かずに結局伝体1が勝っちゃうっていう、そういうのが多かったかなと思います、背景上はね。だから結局ね、汎用性が全てっすよなんてこったい、俺の知ってるゲームはこんなんじゃない。はい、疾風陣ない、おーと、終わりでーす、お疲れ。ひどいわこのパーティー。はい、というわけでとんでもないねチューパーを今見せましたもうね、正直ね、このパーティーやったら基本的にはもうね対人では負けないレベルの強さも残ってるんでもうもし大会モードで困ったらこのパーティー使おうかなと思います。モンスターマスターどこ行ったよお前。